はい、どうも皆さん、ゆうたです。今日もまた寝起きで撮影してるんですけど、今日が、9月の27日、大会まであと当日を抜くと17日となりました。で、今回の動画では、減量の進み具合はどうなのかっていうのと、あとは大会前の、心境っていうのは、まあ、どんな感じなのかっていうのを、話していこうと思います。で、前回から、大会まで残り18日のこの期間は、毎朝体重を測ってどれぐらい体が変わっていくかっていうのと、あとは大会も本当直前なんで、心境の変化っていうのを毎日撮影しようかなと思って、撮っております。で、一応今日がカーボディプリート、炭水化物を一切取らない2日目になります。で、これを、4日間の周期で3日カーボディプリートで1日カーボアップ、炭水化物を、結構極端にめちゃめちゃ取ります。で、この4日間っていうのをセットにして、それを繰り返しているような現状です。だいたいカーボアップするといつも体重が4キロぐらい増えるんですけど、今カーボディプリート2日目で、まあ、3キロぐらい落ちて、前回が65とか66っていう話したんですけど、今日朝測ったら64.5 ぐらいだったんで、まあ1日 1.3 キロぐらいはいつも落ちてくれてます。でも、やっぱりこのカーボディプリートでの落ちっていうのも3日ぐらいすると絶対止まっちゃうんですよね。4日目には何も変化ないっていう風になっちゃうので、3日、しっかり落とせたら4日目で絶対カーボアップは確実に入れるようにして、で、またカーボディプリート1日目っていう風に、していくと、停滞を迎えずに、今のところ落ちてくれているので、まあ、大会当日にはこのまま落ちていって、60キロジャスとか切るぐらいまで落とせたらいいかなとは思っております。まあね、もうモチベーションはカーボアップ、僕は明後日がカーボアップなんで、今日と明日乗り切れば炭水化物バクバク食えるっていうのが、モチベーションにこの食事頑張れてます。多分それがなかったらだいぶ心折れてると思うんですけど、このカーボアップが、もう3日後とか2日後にあると全然ね、今日1日明日1日ぐらい頑張れるっていうところで、これはすごい心の支えかなと思います。で、今の絞り、お腹周りっていうのがこんな感じです。まだね、実は全然お腹周りの脂肪がちょっと乗ってるような太い、あのつまんだ時にペラッとしない質感、あんまり良くないんですよね。ちょっとこの時期でまだお腹周りの脂肪がつまめちゃうっていうのどうかなって思うんですけど、まあでも焦らず、あの自分の体を信じて、この食事続けていきます。で、大会17日前の、自分の心境としては、もう自分の考えが戦闘モード、なんかもう大会当日に向けて、勝つぞ勝つぞっていう風な気持ちで、トレーニングも食事もできているんで、まあ、あんまり例えば食事で、なんていうんですかね、食べれなくてきついとか、まあ、空腹でしんどいっていう風な考えにはもうそんなに今の時期になるとならなくなってきました。なんかもうそこよりも大会までに落とせるかどうかとか、自分の絞り間に合うかどうかの方が強いんで、そっちの方が心配で、まあ食べたい欲みたいのはだいぶ消えましたね。まあ、もちろんいっぱい食べたいですけど。で、最近の変化としては、なんか大会当日のシミュレーション、イメージトレーニングを毎日、するようになりました。大会当日朝起きて、ご飯これぐらい食べて、で、パンプアップして、ステージに上がってどういうステージングでとかっていうのを、なんかこう毎日、イメージして考えるようになってて、もう大会近づいてきてイメージが固まってきたのかなっていう、まあ、緊張感も同時にあって、そこは心境の変化かなと思うんですけど、ただこのイメージが、すごい鮮明に膨らみすぎて、大会後の、マック行ってあの大会終わって爆食するみたいな、そのなんかイメージもどんどんできちゃって、あ、まずいまずいみたいな、なんか辛くなって途中で考えるのやめるみたいな、なんかそんな葛藤を毎日一人でしてます。で、今最近ここのところ怖いのが、やっぱり夜寝られないこと、空腹で夜寝られないっていうのが、まあ、最近すごい怖くて、本当に夜寝られないと、それで何か食べて寝るために、まあ、ゼロカロリーの、まあ、ゼリーだったり食べ物だったり食べて寝ようっていう風に、なんかこういうのって一回し始めると、どん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 毎晩止まんなくなっちゃったり、あの欲って叶えれば叶えるほどどんどん大きくなっちゃうんで、今の時期本当にそういうのをしたくないんで、別にそれをしたから体がすごい悪くなるかっていうとそうでもないとは思うんですけど、まあ一回しちゃうと自分の欲を止められなくなっちゃうって分かってるんで、なんで工夫してることとしては、寝る前、本当に直前に肉を食べれるように、1日の中で食べ過ぎないように取っておいたりとか、そのタイミングによって量は変えずに
夜の時間しっかり寝れるように満腹感を感じれるようにそのタイミングは、すごい気を使って一日食事をしてます。なんで食事の時間っていうのはお腹が減ったら食べるとかじゃなくてちゃんとスケジュールを決めて、この時間にこれぐらい食べる、だから、夜寝る前にこれぐらいは残しておけるっていう風に計算して一日も最初にスケジュールを作ってから食事を取るようにしてます。じゃないとちょっと本当に夜寝られないっていうのが一番怖いんで、そこは気を使ってます。まあそんな感じです。もう大会当日までは毎朝、コンディション、あとは心の変化っていうのも、撮っていけたらなと。でもちろん大会当日も同じように撮影していくので、まあ、気になる方いれば動画見てもらえたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画も明日ですね、明日の、朝撮影して、まあ、夜にでもあげようと思うんで、見てみてください。それでは大会当日まで全力で、妥協なく頑張ります。ありがとうございました。Feel the waves cut through me, hypnotized.